それではトリプルシャッフルいってみましょう。先ほどのシャッフルを使って斜めの方向に3回やります。まずはここで1つ増えますね。シャッフル、ボールを置いて前にベタ、全部置いてしまいます。1回、2回、3回、また全部置いて終わりです。今度は左側ですね。左側シャッフル、またボール、全部シャッフル、ボール、全部3回シャッフル、ボール、全部、そして置いて終わりです。それでは音楽でいってみましょう。5、6、7、8、左、右、左、5、6、7、8、左、右、左。